それではお聞きください。ハライチ岩井さんのマジ歌で忘れねえからなです。どうぞ。お前が昔言ってたこと、俺は絶対忘れねえからな。岩井、あんまり変なこと言うなよ。俺は心配だよ。ネタ番組の審査員席に岡田に手座る若手女優、大御所に乗っかりネタにダメ出し、こっちはあれ忘れねえから。そういうもんだ。ホラーに憧れた科学モデル、みんなやっていたタメ口キャラ、今すっかり上品ぶってるけど、あのキャラ忘れねえから。金持ちの結婚した途端、勝ち誇った顔してテレビ出た。タレントが離婚した途端、前の旦那の悪口と子供のブログで金稼ぎながら見ぐらいがちょうど笑える。大笑いブー、この世界では自分を押し殺して売れやすいタレント演じてる。俺は忘れねえから、忘れてやらねえからな。やめろよお前、腐りすぎだぞ。お壁だらけになるぞ。誰か教えてください、売れるって何ですか。必死こいて作ったネタやって勝ち取った賞レースの先は、ネタはいいから自宅と家族、彼女通帳全部見せろ。仕方ないだろ。尖ることをやめた芸人は尖る後輩馬鹿にしている。やめろおい。尖っている若手芸人はいじられて丸くなるか、腐って消えるかの二択。いやいや、知らねえのに笑ってみた、うまくもねえのに褒めてみたよ。俺のリアクションでかと、今夜もパエリアを作って食わずに捨てる。こっちにしてもダメやねんか、クソ。誰か岩井を助けてください。岩井、今夜一発行くかい。224, nếu các bạn đạp ga tăng tốc thì rất nhanh. Tuy nhiên đây đường bê tông là mình không muốn đi nhanh lắm. (cười)